今回は皆さんと8回にわたって表現について勉強するきっかけに携わらせていただきました。僕は普段 EXILE というアーティストグループのパフォーマーとしても活動しています。僕たちは楽曲に対してただ踊っているわけではなく、歌詞や楽曲から受けるイメージをダンスを通してたくさんの方々にお届けするべく表現しています。今日はせっかくなので少し踊らせていただこうと思います。僕のパフォーマンスを見て何かを感じていただけたら嬉しいです。いかがでしたか。喜怒哀楽を踊りで表現してみました。しかも今回は音もなく無音で踊ってみました。もう皆さんは想像することに慣れてきたので、僕がどんなイメージを持って喜怒哀楽を踊りで表現していたのかきっと分かってくれるはずです。全ては皆さんのイメージに委ねます。正解はないです。皆さんがイメージされたことが一つの正解です。表現は無限です。皆さんにとって表現することがすごく身近なことだと感じてもらえたら嬉しいです。またいつかどこかでお会いしましょう。 EXILE 橘ケンジでした。